グライツは、ドイツチューリンゲン州、グライツ郡の都市。ゲイラの南南東、約25キロメートル、エルツ山地の北六、バイセールスター川沿いに位置する。グライツにあるロイス家の上官、オーベアーズシュロスとアンテアーズシュロス13世紀以来、ロイス家が統治を治めた。市内には2つの城、オーベアーズシュロスとアンテアーズシュロスがある。ロイス家は16世紀に、 ニーケーロイス家と弟系ロイス家に大きく分かれ、その後も分割相続を繰り返して多くの家門が出た。グライツはニーケーロイス家の中心地の一つであった。1768年、ロイス・オーバー・グライツハク家のハイン・リヒ十一世は断絶した同系のロイス・ウンター・グライツハク家を統合してロイス・グライツハク家を創設。百七十八年、ロイス・グライツ博家が 諸侯の地位を得て、ロイス・グライツ公国が成立し、グライツはその首都となった。1918年、ドイツ革命が起き、ドイツ帝国が崩壊すると、君主制が廃止されて、公国は消滅した。2位系、弟系の両ロイス公国の領域には、ロイス人民衆が成立したが、1920年には、チューリンゲンに統合された。ありがとうございます。